三菱ケミカルグループはカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーの実現に向けてプラスチック循環への取り組みを行っています。ここではその一つであるケミカルリサイクルの取り組みについてご紹介します。近年、石油資源の枯渇やプラスチックの大量廃棄が問題となっています。自動車分野においてはこのグラフのように様々な種類のプラスチックが使われ、分離回収が困難なため多くの廃プラスチックがリサイクルされずに処分されています。しかし、ケミカルリサイクルの取り組みによって従来資源としての活用ができていなかった多様な廃プラスチックを化学品原料として再利用し、新品同等の品質で繰り返し使用することが可能となります。ケミカルリサイクルには様々な種類がありますが、ここからは三菱ケミカルが実施している代表的な取り組みとして、廃プラスチック床技術と PMMA のモノマー化技術について説明します。従来、埋め立てや焼却されていた廃プラスチックを床設備に導入し、精製油を石油に代わる化学品原料として再利用します。当社が出資するリファインバース社で回収・分別の一時処理を行った後、イギリスのムラテクノロジー社の超臨界水を用いた水熱分解技術により廃プラスチックを油化します。超臨界水技術の工程では、臨界点以上に加温・加圧され、液とガス両方の性質を持った超臨界水が溶融プラスチックの分子構造を分解し、炭化水素油とガスを生成します。この設備で得られた油は、石油精製会社の既存設備や三菱ケミカルの既存ナフサクラッカーに投入され、各種プラスチックへと再製品化されます。このように既存設備を最大限活用することで、ケミカルリサイクルの早期の社会実装を実現し、バージン原料と同等品質の製品を提供してまいります。一方、ケミカルリサイクルに適した素材として注目されるのが PMMA、 アクリル樹脂です。こちらの図はケミカルリサイクルと回収のイメージです。廃車から回収したテールランプを粉砕したものを熱分解、蒸留、再重合などのプロセスを経て成形し、再度自動車部品へと循環させる水平リサイクルの実現が可能となります。また熱分解においては、物質を直接選択的に加熱できる特徴を持つマイクロ波を用いることで、外部加熱に比べ装置の小型化、エネルギーの効率化を実現しています。三菱ケミカルグループはケミカルリサイクルによってカートゥーカーのプラスチック循環を目指します。私たちは市場関係者や社会との連携をさらに強め、持続可能な未来の実現に向けて共に貢献していきたいと考えています。